突然だけどマリサ、風の和紙という和紙を知ってる？紹介するということは特殊な和紙なのか？この風の和紙のみで、風の和紙族を構成するほどにはね。まず生息地はここら辺、ドン。東南アジア付近ってことだな。大体この範囲の森林ってことだね。ちなみに木が密集している森林を好み、上から見て地面が見えてしまうような。木が少ない森林には生息しないんだ。なんでなんだ？単純に見つかりにくくするためだね。これは飛んでいるのを、下から見た画像だけどどう見える？めっちゃ真っ黒だな。そうでしょ。この鳥は英語でブラックイーグルと呼ばれるほどの、黒い羽毛が生えているんだ。まあ他の鳥や哺乳類は警戒心が高いから飛んでいる風の和紙をすぐ見つけるんだけどね。微妙に無意味。それでこの風の和紙は大きく二つの特徴があるんだ。まず一つ目、餌を取るときに特殊な行動するときがある。和紙の餌って言うと他の鳥類とか小さい哺乳類とかだよな。その特殊な行動をするのは、獲物の鳥が巣にいる場合なんだ。普通にその爪で捕まえるんじゃないってことか？獲物が巣にいるときこの風の和紙は、巣ごと獲物を持ち去るんだ。巣ごとは草。もちろん毎回というわけではないけど、十分珍しいでしょ。というより巣ごとの方が落とすとかのリスクが高まりそう。それはそう。そして二つ目。それが子供同士の文字通りの命をかけた戦いだ。どういう状況なんだ？風の和紙は巣を背の高い木の上に作るんだ。巣の直径は約1メートルで、1から4月に1から2個の卵を産むのね。そこだけ見ると普通の鳥っぽいけどな。しかし親が育てるのは1頭のみ。もし2頭同時に生まれてきた場合、子供同士で喧嘩をさせ勝った方だけを飼育するんだ。生まれた瞬間からスパルタ。大抵の場合は、先に生まれたヒナが親の寵愛を受けることになるよ。大抵の場合は片方のヒナが巣から突き落としたら、もう片方は、まだ飛ぶことができないから、他の動物に襲われてそのまま死ぬんだけど、たまにどっちのヒナも力が弱すぎて、どっちも巣に残ることになった場合、というケースが存在するんだけど、その時は親の寵愛はどうなると思う？さすがに両方をめでるんじゃないか？正解は先に生まれた方だけをめでる、だ。結局先に生まれた方が生存率が高いんだな。この通称兄弟殺しに関しては、風の和紙だけではなく、実は犬和紙などの、他の種類の和紙にも見える習性なんだ。和紙には生まれたくねえ。この兄弟殺しは餌が少ない地域に多く見られて、餌が多い地域だと、普通に親は多頭飼育してくれるぞ。ああ、両方育てるよりそっちの方が生存率が高いんだな。日本の和紙はほぼ兄弟殺しをするよ。日本は餌が少ないんだな。今回はここまで。どうだった？風の和紙。これ子供の戦いに親鳥が関与することはないんか？ほぼない。たとえ目の前で兄弟殺しをしていても止めることをせず、干渉するのみだ。現実は非常。動画説明欄にはもう少しだけ詳しい生態を載せておくので、お時間ありましたら覗いていってくださいませ。それではまた次回の動画で、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。